美咲の動画にヒカキンがコメントくれてた。そんなわけねえだろ。いや、マジだわ。ちょっと待って、マジやん。ちょっとマジやねんけど、この人なんなん。この人なんなの本当に。この人何？いや、ビビるでこれ。ビビるて。なあ。いや、絶対にすごい思うやんか、俺。ずっと、ラーメンが作りたかった。もう一つの夢だった。そんな僕がたどり着いた、最高の一杯。ヒカキンのラーメンができました。カップ飯もどうぞ。ヒカキン TV、FB ないのに、次何これ、 iPhone のプレゼントしてんの。大きいは Twitter に書こうかな。 Twitter アカウントもで、何の動画やこれ。やることにしたんです。これウィースっていうのもね。そうしたらこっちのとどうぞよろしくお願いいたします。ぜひプレゼント企画運試しで Twitter で応募して。ずっとラーメンが作りたかった。もう一つの夢だった。下積み時代、辛い時も、諦めそうな時も、ラーメンを食べればすぐ元気になれた。そんな僕がたどり着いた最高の一杯。なんか昔のあれやな、お茶漬けの CM みたいな。すいません、あの最高の一杯って作ってもらったんですけど、あの普通に美味しいとしか言えなかったです。普通に美味しかったもん。だって別にそれ以上でも以下でもなかったもん。まあ、おいしかったけど。このサイズだとさ、300円するよな。まあ、って感じで値段が。何、余裕だい。はははは。あの、ゆゆたさんもコメントをくれてましたけど、あの、彼はチャンネルを消されたんでしょうか。このチャンネルにコンテンツがないで出てます。チャンネル消されたらしい。もういかにもカップ麺食ってるなって感じで味わえ。これはちょっとさすがにな。カップヌードルとかもなんだかんだこのサイズやとさ、これはさすがに固定しとかなあかんな。値段もそうやと思うし、どうしたらいい。ツイートもした方がいい。味噌菌の悪口を言ったらヒカキンさんがなんかコメントくれてました。普通に美味しかったです。はい。なんか俺もヒカキンさんになんか買われたみたいになっちゃうやん。美味しいな方がねえ。